みんなあの別、ハッシュタグあの別、あのサイヤ別に、句読点なしのあのサイヤ別に、ハッシュタグ NGT48 とが統一のハッシュタグですので、それもよろしくお願いします。今日なんと曲もね、一番までだけど初解禁されまして、いい曲だった。ハッシュタグあの別、いい曲だったでしょう。泣きそうになったでしょう。私たちもレコーディングはしてたけど、自分たちの声で実際に流れてるのを聞くのは今日初めてだったから、すごいそこにまず感動したし、私たちの声だ、この前撮ったのにバッカーなのに私たちの声が、すごいありがとうございます。レコーディングの方、レコード会社の方、ありがとうございます。そう、自分たちの声になってたのもすごい感動したんだけど、歌詞が1回だからまだ全部はちゃんと聞き取れなかったかもしれないけど、歌詞が本当にすごいいいんです。旅立つリカにぴったりだし、リカのキャラクターとかにもすごい、性格とかにもぴったりだし、ツンツンしてて素直になれないみたいな、言葉にはできないけど好きだみたいな、そんな曲で、すごい可愛らしい恋の曲ではあるけど、すごいなんかいろんな場面で、なんだろう、恋愛じゃなくても素直になれない気持ちとか共感できるような、アップテンポで切ない曲になってますし、そうアップテンポだから歌詞はめっちゃいいし切ないけど、ライブで盛り上がる絶対。そんな素敵な曲をみんなで全員で歌えるの幸せ。早く2番まで聴いてほしい。フルで聴いて良さがまたさらに分かると思うので。サブスク解禁が1月26日だったかな。すごい、私にしては覚えてる、偉い。みんなどうだった？嬉しい、楽しみ。リカが卒業するまでに何回できるか本当に分かんないから、そう、たくさん、できるだけたくさんやりたいし、コンサートではきっとやると思うので、みんなコンサートも楽しみにしててほしいです。いつ初披露になるかな、コンサート前にもなるのかな、全然まだ分かんないんですけど。嬉しい、お疲れ様、ありがとう。歌詞中リカちゃんすぎるね、すっごいよね、びっくりした、歌詞来た時、リカへの曲だ、卒業にぴったり。そう、なんかメンバーで話したんだけど、ちょっとジュアルデイズ系な、卒業ソングだけど明るくてでも切なくてみたいな、アップテンポでって、なんかジャンル似てるなって思って、ジーンとくる明るい曲なのに、みんなも卒業にぴったりって。衣装も楽しみね、ジャケシャもめっちゃ可愛くて、顔がみんな可愛くて漏れてる。すごい、スタジオで撮っていただいたんですけど、やっぱスタジオやっぱ漏れますね。結構 NGT 外で撮ることが多くて、外で撮るのが結構 NGT らしさだったり、すごい新潟の景色だったりで、すごいそれもそれで好きなんですけど、そう、渡り鳥じゃない、それもそれで好きだけど、より照明が、室内の照明より燃える、燃えるじゃない、漏れる。すごいよね、そう、撮影もすごい、すごいカメラマンさんとかもうスタッフさんこだわってくれて、私最初撮影行った時、せいさんって呼ばれて入ったら、みたいな感じになって、なんか何ですかねって言ったら、せいさんメイク薄いかもみたいな言われて、初めてメイク薄いって言われた、私初めて。薄くないと思ってたんだけど、
結構照明だと飛んじゃったりするから、すごいかどうしたらその人が最大限可愛く見えるかっていうのをすごいスタッフさんが一緒になって考えてくれて、アイラインちょっと足してみたりして、そう、そう照明とかの角度とかも調整してくれたり、耳かけた方がいい、こう下ろした方がいいとかも、ちょっとの細かいところまでこだわって一人一人撮影していただきました。漏れてた。そしてタイプ AB 劇場版とあるんですけど、私はタイプ C の命をかけろ、命漢字で5をひらがなでかけろが一生懸命のかけろの漢字で、ビックリマークの命をかけろをかけろに参加させていただけることになりました。ありがとうございます。タイプ AB はまた他のメンバーだけど、すごい全部いい曲で全部聴いてほしいけど、私の参加する曲はタイトルからも強い感じすると思うんですけど、これもねライブでめっちゃ盛り上がりそうな曲、早く聴いてほしい。毎日のように命がけ、あ、うまい。カップリングメイトありがとう。そう、歌えるかもさ不安だったから、歌えることはまずありがとうございます。皆さんのおかげです。うん、すごい続けてきてよかったなって思えたけど、でもうんね、カップリングも選べれるメンバー、選ばれないそうでないメンバーっているのがちょっと、まあ、今までもそうだったけど、でもだからこそ表題曲全員で歌えてよかったなって。命をかけろもすごいいい曲なので、まだこれは公開されてないけど、そのうち順番にラジオとかでいろんな各局さんとかで解禁されたりすると思うので要チェックです。この1ヶ月皆さんいい返事でしたね。そう、配信の時私がふざけてのぶとい声で命をかけろってすごい力強い曲だから、はいって力強くやった、全員それに乗っかってくれて NGT ノリから、そうみんな乗ってくれて、そうなんかオチに使われました、オチに使ってくれました、リカが。え、でもみんなここオードアイドルだよね、順番に端からアイドル、オードアイドル、オードアイドル、オードアイドル、え？え？ってなって、なんとオチに使っていただきました。え？ノリがいいのすごいね、全員の配信とかすると分かるよね、すごい。ラブトイレには最高、何でも最高やん。頑張ります。全部本当にすごい素敵な曲なので、また中毒性のある感じ、うん、中毒性ある命をかけろ、本当になんか真似したくなる、ノリノリで。もう誰だと思ってた、泣き、わっ、レイナ推しの方が泣いてる。王道アイドルだよ、違うの、王道アイドルって何、オードアイドルいないわ、いないいない。王道って誰が決めたの、みんなみんな違ってみんないいじゃん、だから誰も王道なんていない。みんな違ってみんないい、マイナスの意味のいないじゃなくて、それぞれ個性がやっぱあるから、王道じゃないみんなの集まりです。
あら、ありがとうございます。配信、特別配信、みんな揃っての配信も、みんな揃うのも久しぶりだったかな。オフラインとかさ、みんな同じ会場ではあるけど部数が違ったりして、全員が一気にバーンって一緒の空間に集まること意外となくて、休憩時間がねバラバラって先帰っちゃう人とか後から来る人とかいたり、久々だったな。でもこれからコンサートのリハとかもすごい、7月はそのリハーサルでたくさん忙しくなると思うので、みんなと一緒にいる時間がそれだけ長くなるので、みんなと仲良くなれるように頑張ります。お疲れ様です。本当に嬉しい、発売できるの。リカの卒業シングルもがあるのもそうだし、それに参加できてコンサートまでさせできるなんて。前もコンサート、ゆかちゃん卒業のタイミングでコンサート、やっぱすごいよね、コンサートできるって本当にすごいよね。卒業の時にコンサートしてもらえるって本当にすごい。リカは NGT の先頭の走ってきたメンバーなので、すごいね、素敵なコンサートになるんじゃないかなって楽しみにしてます。でもなんか時間なくてちょっと焦る、7月忙しい。今日いろいろ公開されて告知したいこと他にもあって配信させていただいたんですけど、急ですいませんね。ちょっとも楽しみにしてて。全選抜、そうだね、嬉しいですね。シャーピンで最初で最後かと思ってたから、最初で最後、シャーピンで最後だと思ってたから嬉しい。ありがとうございます。みんなのおかげで発売できます。タタ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 タ最初めっちゃ低くてきついくて、サビ高くてきつくて、音域広い、今回もそんな感じでも、だからその B メロから急に曲調が変わる感じとかめっちゃ好きなんだよね。そう、みんな楽しみにしててください。あとは今日は読売新聞のオンラインでの読売新聞の連載の記事が今日公開されました。そう、いろいろ被ってしまったんですけど、埋もれないでみんなちゃんと見てください。昨日の MC で下半期はこの連載をたくさん見てもらう、 YouTube たくさん見てもらうって言ってたし、早速上がったのでみんな読んで拡散、いいねよろしくお願いします。今回はすごい、毎回結構攻めた記事だけど、今回はまたその今回は割と本当に、今まで私のアイドル活動も結構強めにお話ししてたけど、多めに、今回本当に私がもうアイドルだけど本当に本気でスケーターとして新潟で滑ってる中で、その仲間たちと一緒に滑ってて感じたこととか学んだこととか、実際直接的に教えてもらったっていうよりも、スケボーしてて自分で気づいて考え方が変わったみたいな、そういうことを伝えてます。フライラインの中間発表もありました。私一番ポイント低かった、私何、誰のポイントが何なのかも分かんない。頑張りたいんだけどさ、頑張ってるんだよ、今日
課金したけど17いかなかった。160円だけだけど。先生の文章素敵です、ありがとう、早速読んでくれて、たくさんいいね、大好きなのでよろしくお願いします。すごい今日はね、配信の前に歌唱力のファイナリストライブの練習とかもしてたりして、ひのとひのちゃんとあのステージをお借りして、本番みんな来る前にちょっと早めに行って練習してました。今日だから私ショールームとかで歌っちゃいそうになる曲さ、シングルの曲も歌っちゃいそうになってあーってなるけど、結構ファイナリストライブの歌の方が歌っちゃいそうになって危ない、配信中。実は F17 で1000ポイント、そうリエナメンバー1低いし、ファンの方の戦力もなんか全員中一番低かった、やばい、私のせいだ、私がちゃんとできてないからだ、私が引っ張っていけてないから、すいません。でも本当に頑張りたいのにわからない。ポイントと戦力の違い、戦力がなんか弱いんだよな私。カエリちゃんとマリノちゃんのファンえぐい、すごっ、頑張ろう。レイニャールギルドじゃなくてレイニャークラウンの皆さん、ここから追い上げ、今一番低いからね、全員の中でちょっとなんとか差を離されないように頑張りましょう。時間があれば私も開いたりしてるんですけど、研究全然進めてない。まず狩猟本部17に行くための資源使わなきゃと思って研究忘れてた。研究も大事なのか、そっか、英雄のレベル上げてる、訓練あの左下の武道場で上げれるやつ、経験値、それはあレベルも上げてるよ。でもさ、まんべんなくっていうよりも2つのキャラクターしか上げてない。1つは30ぐらいまで頑張った、40ベルダンディ40まで上げた。ここから追い上げたらかっけえ、かっけえ、かっけえ精神で頑張ろう、追い上げよう一緒に。みんなシールド貼ってて偉い、私一回も貼ってない。でもやだよね、貼りされたら攻撃されたら石がよくなくなるんだよね。そう、一人だけ40で、あとは7、28、9、15、11、11、11、11、11って感じ。たまらん、え、40立派やった、英雄あげられるよ。英雄はこの右下の右下のここから上げられるよ。なんとかレベル17、ありがとう、私も頑張る、資源と時間が足りない。まんべんなくの方がいいのかな、
ことがありました。中間発表もそうだし、連載もそうだし、何より発売、8月2日発売のあのさや別にのいろいろ詳細が発表されて、曲も公開されて、カップリングもね発表されて、メンバーこれからまだまだ、ね、フルで解禁されてない曲とか、音源まだ解禁されてない曲たくさんあるので、改めて楽しみにしてください。ありがとう。あっという間だったけど、ちょっとせっかく可愛いワンピース着てメイクしてて、今日は特別配信で買ったので、ご報告させていただきました。ありがとうございます。だるまありがとう。改めて楽しみにしててください。今日スタッフさんに言うと、8月は忙しくなるぞ。ジャケ写マジ可愛いから、もうジャケ写だけでもなんか結構可愛くて、もう化け替えみたいなできるぐらい。カチューシャしてるのちゃん好き、本当可愛い。ありがとう。もうなんかこのファイナリストも楽しみね。7月本当にやばいって、楽しみすぎる。よろしくお願いします。ファイナリストライブの練習もね、こういう配信のちょっと前とかに早めに集まったりして3人で頑張ってるので、楽しみにしててください。カホにするね、可愛かったよね。コンサートリハーサルも頑張って、ありがとう。頑張ります。そう、漏れてた。中尾大臣にありがとうございます。楽しもう夏、ついてきてね。みんなたくさん愛を届けてください。 NGT にレニアにたくさん愛を届ける夏に してください。おしゃべり会も、もう7月29だっけ、7月からもう始まるので、ただいま販売中ですのでお待ちしてます。撮ったよ、ありがとうございます。じゃあスクショしてランキングで終わりますね。今日は強め打ち巻き。レイナについてきます。おう、レイナ呼び、ついてこい。最近新しい服全然買ってない。これはフォーティエイトタイムズさんの撮影の時に着てた服。強めの内巻きかわいい。ありがとうございます。爪めっちゃ伸びた、変えたい。じゃあランキング読んでおります。13位ジョンさん、12位ミスターさん、11位からしさん、10位マス先生、9位竹めぐさん、8位ひろしパパさん、7位ふわふわさん、6位 JJ さん、5位りっくん、4位しゅうちゃん、3位まっつんさん、2位うさこちゃん、1位せいじれいなさんがとても心配ですさん、ありがとうございます。ありがとう。見かけるには好き、嬉しい。懐かしいね、ボブ。うわ、今はもう絶対ロングしか見えてない。マジ髪切ったの可愛かったな。
染めを水曜日に癒された、ありがとう。水曜日か今日か、ゴミ捨て忘れた、最悪。それじゃあ、最悪、朝めっちゃ早く起きたね。ありがとうございました。おやすみなさい。ほら行ってきます。ハイトーンしたいです。でもみんなめっちゃ明るくしたいって言ってて、すごい一気にエネルギーって明るくなるなって考えます。ありがとうございました。いろいろチェックしてほしいのいっぱい、 SNS も見てね。